はい、ゲロッチョンです。はい、ということで今回の動画ですね、こちらです。こちらテーブルに置いてこのでっかい段ボール、こちらのでっかい段ボールはですね、前回あのゲロッチョンの家のね、あのディスポイザーが潰れたということで新たにね、あの購入すると言うていたものが今回ね、今日届きましたということで、今からねこちらの段ボールを開けて取り付けていきたいと思います。よし、じゃあ開けていくね。ダンボールの中にまたダンボールですね。よし、これをまた出さなあかんね。よし、ちょっとこれ下置きますわ。よし、下に置いて引き上げようかな。お、はい、こちら一つ。そしてお、よし、重たいぞ。はい、こちらじゃんと。はい、ではね、この2つのねダンボールが入っておりましたということで、多分このでっかいのがね本体だと思うので開けていきたいと思います。よし、では開けていくよ。おっ、じゃん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 。よし、おっ、おー、見える、これ入ってる入ってる。じゃあ引き出しますか。じゃん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 。置かないね。これと、そして本体ね、本体入ってました。じゃあ今から、ね、開けます。はい、はい、こんな感じ、こんな感じの、ほらちょっと座ろうか、こんな感じ。はい、こういう感じですね。はい、こちらがね、あのアメリカ産のあのアナハイム社製のこのディスポイザーになります。番号がですね、こちら何番やったかな、 W の3400S、 W の3400S をね、あの購入させていただいておりますということでね、今日ねやっとね届いたんですね。あの注文してからね1週間ちょいかかりましたということで、今からねこちら、はい、こちらね付属品ですね。そしてね、これを本体をちょっと置いといて、はい、こっちもう一つの段ボール、まあ多分ねこちら付属品のね、あのパッキンだと思います。パッキン、付属品のパッキンが入ってるんじゃないかなっていう感じですね。よいしょ、開けていきます。でてれてて、はい、こうですね、ホースと、はい、入ってたのは、はい、ホースね、ホース、そしてこちら付属品の、あ、これはコンセントですね、コンセント、スイッチですね、スイッチ。そしてこちらがパッキンですね、パッキン、パッキン、まあ、という感じでね、まあ、基本的な付属品が入っております。だから本体以外はね、こんな感じの付属品ですね。ホース、はい、スイッチ、そして、はい、こちらはね、あの上のあのかぶせるやつね、そして、はい、パッキンね。ということで今からね、こちら、はい、よいしょ、アナハイム社のね、あの、よう忘れる、ダブルダブルの3400S、W の3400S をね、購入させていただきました。こちらのね、あのディスポイザーね、あの、大、まあ、簡単に言えば3種類あるんですね。こちらは家庭用品です。家庭用のアナハイム社のディスポイザーを購入させていただいております。で、こちら、あの、W の3400S、こちらが一番大きい家庭用のディスポイザーになります。そして、中型と、小型、まあ3種類のディスポイザーがあるんですが、今回ゲロッチョンはこのでっかい方の 3400S をね購入させていただきました。あとはね、あの中小とあるんですけど、まあ値段的にね、これで購入したんで大体6万円ぐらいです。6万円ぐらいで購入して、中が5万円で小が4万円ぐらいで販売されております。
ということで、今回はこの大きいのをね、購入させていただく。ということでね、このね、一応ね、一番大きいね、W3400S を購入させていただいたんで、今からね、これをね、取り付けていきたいと思うんですけども、今ね、ゲロッチョのね、キッチンにはね、潰れてしまったディスポイザーがあるので、まずこれをね、外していきたいと思います。こちらですね、こちらのディスポイザーになります。こちらはね、もうゲロッチョが27年以上ね、使用していたディスポイザーです。まあ、こちらもね、ハイム社の950というね、ディスポイザーを購入させていただいておりました。けどね、結局ね、これね、羽が潰れてしまって、もう使用ができなくなったので、今回ね、家庭用の W3400S を購入させていただいております。それこちらね、今から外していくんですけども、前回ね、こちらの外し方の動画上げてあるんで、まあ、そちらのね、動画見ていただければ、まあ、こちらのね、ディスポイザーの外し方がね、わかると思います。だからね、そちらのね、動画ね、ちょっとね、この外し方はね、そちらの動画を見ていただければありがたいと思います。はい、今ね、このようにね、もうね、ディスポイザー。はい、こちらこんな感じですね。ディスポイザーをね、もう取り外しました。もうこういう感じですね。上から見たらこのようにね、下の中が見えます。ということで、もう今ね、取り外しが終えたので、今からね、新しいディスポイザーを取り付けていきたいと思います。はい、段ボールの中にね、もうこのような感じで注意事とか、もうこういう感じでね、説明書、ね、取扱説明書とかいろいろ入っておりますので、もうね、取り付けのわからない方は、こちらですね。はい、取り付け書ね、この取り付け書を見てやっていただければ、簡単にね、女性の方でもね、取り付けることができると思います。ということでね、今からゲロッチョをね、取り付けていきたいと思います。はい、ではね、今からね、こちらの方をね、取り付けていきたいと思います。はい、まず上にパッキンですね、パッキンを置きます。そしてパッキンを置いたらね、次はこちらですね。はい、こちらの金具を置きます。そして置いたら次は、はい、こちらのパッキンですね。パッキン。で、パッキンの次は、はい、こちらです。はい、こちらを今度上からかぶせます。はい。次、上からかぶせ終えたら次はね、はい、このようになったらね、次は下側ですね。こちらの、はい、金具ですね。こちらの金具を、って入れます。そしたら次にこちらですね、こちらをよいしょ、はい、締めていきます。ちょっと軽く締め、はい、このようにちょっと余裕をね、持ってね、置いてください。そして、このね、締めてる間にね、この上側ですね。はい、この上側、締めてる間にね、この上側が、ずれてないことを確認して、この押しながら、ずれないように、ぐっと押さえながら、下の先ほどのネジを、締めていきます。はい、先ほどね、こちら、締めました。締め終えたら次はですね、はい、こちらの金具ですね。こちらの金具見えます？はい、こちらの金具を今度、はい、先にこれを入れ終えたらこちらですね。こちらのパッキンをここですね、ちょっとね、ここにね、このパッキンをはめることができるので、こうやってね、だからこのようにパッキンをはめます。まずね、こちらを先入れてくださいね。先こちらを先に放り込んで、それからパッキンをはめ込みます。よいしょ、ちょっとやりづらい、カメラちょっと移動させて、よいしょ、ちょっとカメラが邪魔や。はい、見える、これ下から見てるんですけどね。はい、ここですね、これパッキン。これパッキン。これをね、今ね、
ここ先ほどのパッキンをグッと押さえ込みました。そしたらね、ほら、これがね、はい、よいしょ、はい、こちらがね、落ちないようになっております。これがパッキンで引っかかってね、はい、はい、こういう感じですね。まずね、こういう感じで取り付けてください。こっちですね、上から見れば、はい、はい、上から見たらこんな感じね、こういう感じで、そしてこんな感じでね、まずね、取り付けてください。はい、ではね、流し台のね、家具を取り付け終えました。次、こちらの本体、こちらの本体ね、ご覧見ていただいたこちら、はい、こちらにね、このパイプですね、このパイプをね、今からね、こちらね、取り付けていきます。取り付けるのは簡単です。ね、金具あったね、はい、こちらの金具ね、こちらの金具とここ、わかり、見えるかな、この金具ね、この金具をこっち、こっち、細い方、こっちのからフッて入れたら、ここで、はい、引っかかるからね、ここ金具はね、ここで引っかかるんで、それをここでね、今度こちらのね、ところでこれを取り付けます。はい、今ね、こういう感じでね、金具を取り付けさせていただきました。こんな感じね、はい、ここからね、あの砕けたやつがここからね、あの下水の方へ流れていきますね。感じなところです。しっかりとね、ネジもやって水漏れができないようにね、しっかりとネジを締めてください。こちらのね、ディスポイザー今から取り付けていくんですけども、こちらですね、先ほどこのね、つけたやつのこの金具、この金具のところね、見ていただいたら分かる、出てるですね、ちょっぽりちょっぽりみたいな感じで、こっちと裏もこっちに出てます。そのちょっぽりが出てるところ、こっちにもあるんですね。この本体にもね、見えるかな、ちょっぽり、これ出てるんです。こっちもね、裏にもあります。このちょっぽりと、それこちらの出てるちょっぽりを合わせて、それを合わせてからこちらを右に回す。そしたらね、取り付けが完了します。ではやっていきたいと思います。ではやっていくね。こちらね、ちょっぽり、そしてこの本体にもちょっぽりね、このちょっぽりとちょっぽりを合わせます。よいしょ、そしたらね、入ります。よいしょ、ちょっぽりとね、ちょっぽりをね、合わすんですね。よいしょ、はい、これを右にね、回します。よ、そしたらね、もうこんな感じでいいですかね。はい、じゃあもう外れません。見えますか、はい、こんな感じですね。はい、こういう感じでちょっとね、横もずらすことができます。はい、こういう感じですね。こういう感じでね、取り付けます。でもうね、こんな感じでね、外れません。これでね、もうね、本体の取り付けは完了です。こんな感じ、こうやね、はい、はい、これでね、本体の取り付けはまず完了しました。あとはね、配管など線などをね、やって、取り付けていきたいと思います。はい、では今からね、こちらの配管ですね、付属品で付いていたこちらの配管、こちらの配管はね、こちらの先、こちらの白い先をこちらですね、下水管とね、下水にとね、つながっているパイプとつなげます。こちらをね、そして反対側ですね、反対側のこちらの部分、この部分をこちらですね、こちらに取り付けていきます。今ね、下水のね、配管の方はもうこんな感じですね。先ほどそちらで取り付けて、こうやってこっちでね、ここへ取り付けて、今完了させていただきました。あとはですね、こちらですね、コンセントですね、コンセントをこの電源ですね、電源をね、セットしていきたいと思います。はい、今回の電源はね、付属品で付いてるこちらですね、こちら、こちらと、そしてこちらね、こちらと、そしてこちらで、こちらはリモコンです。リモコンでもうスイッチポチッと押しただけで、ディスポイザーがね、作動します。で、こちらはね、こちらこの3つあるんで、これをね、こちらですね、このようにね、ここに穴が開いてるんで、この3つともこれを差し込みます。で、差し込んでこれをコンセント挿すんですね。そしてここ、そしたらね、ここでスイッチですね、入り切りのスイッチができます。ということはね、今回のこの付属品で付いております。前回のね、ゲロッチョンがね、使用してるものはね、自分で取りね、スイッチを取り付けてやってるものだったんですが、今回はね、もうこういう便利なものがね、付属品で付いておりました。ということで、これからね、今ね、からね、これをね、電源を取り付けていきたいと思います。今ね、電気の配線がね、完了しました。もうこっち側からね、ずーっと取ってきてね、この奥の方で、
セッティングさせてもらっています。もうこの隙間が空いてあるんでね、もう邪魔にならないように、その奥でセッティングして、そしてこちら、ここ見えますか、これ。これ、リモコンですね。リモコンのスイッチ。リモコンのスイッチをここにね、取り付けさせてもらっています。これ便利いいんですよね。ここプチッと押したらね、もうね、スイッチがね、リモコンで電源が入るということになっております。ということで、あとはですね、こちらですね。もうこちら上ですね。そして付属品のこれ。はい。こういうの。わかります?はい、これはこうやって入れておくと、はい。ここにね、こうやってくると、こういう感じでね、中にですね、物がね、落ちたりしない。生ゴミだけね、押し込む感じにできるようになっております。仮にね、パッと指輪がね、落ちたとしても、この上でね、助かる可能性が非常に高いです。まあ、できるだけね、生ゴミをポッとね、奥へ入れればいいし、まあ、取り外して、もうそのまま入れてしまうのも構いません。さあ、あとこちら。はい。こちらはね、これをプッとして。はい。これをやれば、あとはね、水をね、ここをね、張ることができるんですね。これで、ね、水をね、便を止めて。そしてね、こちらにね、水を張ることができます。これも付属品で付いております。もうこちらと、こちらの付属品と、そしてもう一つ、はい、こちら。こちらはね、下の方ですね、こちらの下。はい。こちらの下の、こちらの方のですね、止めるパッキンの予備ですね。予備がね、一つ付いてくれておりました。ということで、こういう感じで今のところね、もう完全にセッティングが終わりました。あとはね、電源をね、入れていきたいと思います。じゃあ、スイッチ回すやー。いくやー。これ回るかな?見えるかな?こういこう。はい。いくねー。スイッチ入れますね。これ、モーター回ると思う?いくよ。はい。おー。回った。止まった。動いた。はい、完了ですね。はい、こんな感じでね、女性の方もね、簡単に取り付けることができます。なぜならばですね、よいしょ。はい、なぜならばですね、もうこちらの本体が非常に軽いです。前のゲロッチョが取り付けていたね、重さよりも、もうね、だいぶ半分ぐらいの重さになっています。だから女性の方も軽々と持ってセッティングできるんじゃないかなと思います。で、あとはね、こういうセッティングとは先ほどね、モーターがね、電源が回るのを確認しましたけども、最後に確認が一番必要があるのが、水漏れがしないかです。いきます。これをね、完全にね、確認してください。水漏れしたら話にならないからね、ほんまに。はい、水を流します。そしたらね、下にね、もう水が垂れないことを確認しよう。ね。ちょっと垂れてきたぞ。垂れてきたぞ。やべ、見て、やべ。持ってきたー。とね、水流します。先ほどね、やっぱり、ね、ここですね、ここのパッキンがちょっとね、ずれてたみたいなので、その隙間からね、水が大量出てきたみたいです。はい、今やりました。これでね、水が、はい、どうだ。もう漏れてないね。先ほどはね、もう先ほどのはね、パッキンがね、ちゃんとね、できてなかったみたいで、あんなにね、これね、水漏れしてましたけども、今はね、もう一度やり直して、もうこのパッキンをね、しっかりときっちりとさせていただきました。だからね、皆さんもね、このパッキンを取り付けるときは、ほんまにね、ずれないように、きれいにね、取り付けてください。じゃないと、先ほどゲロッチョみたいにね、水漏れがね、大量にね、起きるんで気をつけてくださいね。ということで、今回ね、このようにね、ディスポイザー、はい。今回はね、このようにね、簡単にね、アナハイム社のね、ディスポイザーがね、取り付けることができます。で、今回ね、ゲロッチョが購入したのは W3400 の S の、3種類あるんですが、家庭用の3種類あるんですが、一番大きいのを使用させていただきました。ということでね、取り付けはね、こういう感じでね、簡単にできます。ただね、先ほどゲロッチョのようにね、ここのパッキンをね、ちゃんとね、取り付けて、セットしてください。じゃないとね、先ほどみたいにゲロッチョみたいにね、ジャバーンと水がね、漏れる可能性が非常に高いです。ということでね、次ね、また別の動画になると思うんですけども、このディスポイザーの、能力ですね、まず、使用の仕方をね、動画を上げていきたいと思います。ということで、今回は、こんな感じ、もうこれね、いらなくなったやつですね、前の。もう潰れて古いやつのこちら。こちらのパッケージもうね、捨てます。
っていうことで、こういう感じでね、取り付けも簡単なので、皆様ね、一度ね、やってみてはいかがでしょうか。ということで、ほんでね、またね、いろいろな動画曲げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。